はようございます。座禅儀の終わりには次のように書かれています。そもそも禅定という関門は誰にも一番差し迫った務めである。もしも心静かに座禅し瞑想しない限り臨終の場になって慌てて気を失うほかはないであろう。それで言うのである、水中に落ちた玉を探すにはまず波を静かにすべきであって、水を動かしたのでは玉を手に取ることはできないと。禅定という水が澄んで清らかになれば心という玉はそれおのずから姿を現すのである。だから円覚経にも汚れなく澄み切った知恵は必ず禅定より生まれ出ると言っている。また法華経にも静かなところで自分の心を収め落ち着いて動くことなく趣味線のようであれと教えていると書かれています。現代語訳は筑摩書房の禅の語録16から引用しています。臨終の場になってというのは元の言葉は舎利に至ってとなっています。舎利とは臨終の時を表します。いざという時であります。静かに座禅できていないと臨終の時に慌てて気を失うというと無相国師の話を思い出します。無相国師が19歳の頃です。天台や真言という仏教学の講義を聞いたという時です。その講義をしていた仏教学の先生が病気になって呆然自失になって亡くなってしまった。その死に様が悲惨だったのでした。もう傍から見るに忍びなかったのでありましょう。その時無相国師は自分の思うところでは仏法は真言宗とか天台宗とかいろいろあるけれども、その目指すところは煩悩の世界を出て仏道を会得するにあるだけだ。私の先生は普段は仏教学についての知識が非常に深かった。しかしいざ死に臨むとなると狼狽して仏教学の知識が一文字も役に立たなかったと思ったのでした。これは私が書いた禅の名著に学ぶ生き方の知恵にある文章です。無相国師は仏教学の知識が実際の死に対して何ら役立たないということを目の当たりにしたわけです。そこでそれによって分かった、仏法は学問を学んで至るところではないということが。禅宗というのは教下別伝といって教えや文字の他に伝えることがあるという、これにはきっと訳があるはずであると思ったのでした。あれだけ学んでいたのに死ぬ時に学問が何の役にも立っていないことを目の当たりにしたのでした。結局経典や書物を読むだけではその先生の域を超えることができないということを知り、教えや文字以外に伝えるものがあるという禅に気持ちが惹かれていくのでした。しかし禅に気持ちは惹かれているものの、まだ自分で確信は得られていません。そこで無相国師は100日間の願をかけるのです。仏様の前に願をかけてひたすら祈って仏様のお告げを待ちました。そのように仏様に祈ったところ、その100日がまさに終わろうとした頃に夢を見ました。その夢の世界で無相国師は禅宗の寺に連れて行かれました。そしてそこで会ったお坊さんが掛け軸をくれました。その掛け軸を広めてみるとだるまさんの絵が描いてありました。それを見てはっと目が覚めました。その時、ああ自分はやはり禅宗に深い縁があるんだと思ったというのです。そうして無相国師は禅の修行に打ち込まれるようになって禅僧としての名を成して行かれたのでした。さらに座禅儀には
してみると迷いと悟りの分別を飛び越えるにはどうしても静かな禅定の力を要するとあります。迷いと悟りという二つの対立にお互いは迷い苦しみます。迷いから悟りに至るというのではなく、迷いと悟りという対立を超えるのです。また座ったまま死んだり立ったまま死んだりするのも禅定の力次第である。死ぬまで努力してもまだ間に合わぬかもしれぬ。ましてぐずぐずしていたのではどうして根強い煩悩妄想の御性に勝てようか。だから個人も言っている。もしも禅定の力がなければやすやすと死の関門に降伏してしまうほかはないと。目をつぶったまま生涯を虚しく過ごし、元のように煩悩生じの海中に流れ漂うだけであろう。どうか禅の仲間たちよ、この文章を幾度も繰り返して読み、自ら救われるとともにまた他を救う、もろともに正しい悟りを成就されよ、と書かれていて終わっているのです。ここに死ぬまで努力してもまだ間に合わぬかもしれぬとあります。一生修勉するもなおさたたらんことを恐るというのが元の文章です。さたというのはつまずく、時期をやり過ごしてしまう、時が過ぎてしまう、つまずいて思い通りにならない、ことの運びがちぐはぐになるという意味があります。一生涯かけて取り組んだとしてもまだ十分ではないというのであります。座禅というと禅僧としての修行の過程と考えるかもしれませんが、一生涯続けるものであります。私などでもまだまだと思って座禅の三級に勤しんでいます。禅僧としては座禅していれば間違いはないと信じています。座禅ができる体を維持していればまず健康でありましょうし、座禅できる心の状態であれば過ちを犯すこともないはずなのです。生涯かけて座禅を実践していくのにあたって、その基礎を身につけるのが修行道場での修行であります。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れてよし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁと吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて
座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。